プレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りします。はい、はい。今回も映画、はい、出会いは奇跡にご出演いただきました。はい、はい、可愛らしい素敵なゲストをお呼びしています。はい、毎週毎週ね、もう女性がものすごくもう可愛い美人さんが多くて、ね、はい、びっくりしています、うん、今日はですね、出会いは奇跡の受講生の役で出てきていただいた、ほのかちゃんになります。よろしくお願いします。ではまず最初にですね、簡単にもう軽くでいいんで、自己紹介をお願いしたいと思います。はい、どうぞ。はい、愛知県出身、24歳、今年24歳になります。かんちゃんこと富澤ほのかです。仕事は現在フリーター状態になってます。いろいろありましたいろいろありました。はい、いやかんちゃん、かんちゃんというのは、うん、あだ名かなんかなんですか。はい、基本的には、どこからかんちゃんが来たんでしょう。ほのかのか、あ、ごめんなさい、そうかほのかちゃんのか。なるほど、からかんちゃんのか、ね、なるほどすいません、たまになんかとんちんかなこと言う。はい、もう昔から小さい時からあるのかな、かんちゃんっていうのは。高校生の時からなので、うん、そうですね、16からなんで8年ぐらい、もう10年近くらい、はい。なるほど、なんかすごくね、愛嬌がある可愛らしい感じですね、うん、ねえ、はい。ちょっとラジオを聞いていらっしゃる方は顔が見えないと思うので、ラジオを聞いていらっしゃる方は FM ギノワンの YouTube からの実際のね、ほのかちゃん、かんちゃんをご覧になっていただきたいと思います、うん、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、今回の出会いは奇跡の映画なんですけど、まあ、このオーディションを、知って、まあ、ちょっと思ったことが一つ目ですね。で、あと実際その現場、撮影現場に行って思っていたのと、まあ、こうだったとか、まあ、そういうビフォーアフターをちょっと2点お話をしていただきました。お願いします。はい、はい、今回ですね、私出会いは奇跡に参加させていただいてというか、オーディションを見つけてと言いますか、うん、オーディションタイプで受けたわけではなかったので、うんうん、まあ、お話をいただいた時に、まあ、ぜひですね、お力になれたらというか参加してみたいなと思ったので、うん、参加させていただいたっていうのが、うん、まあ、1点目なんですけど、まあ、でも実際に現場に行かせていただいてやっぱ思ったのは、思ったより全然なんていうんですかね、アットホームというか、ちょっとなんていうんですかねなんていうんですかね、まあこうピシッてしたイメージっていうよりかは、もう全然こうなんか温かい方々が多かったなっていうのがやっぱ印象ですね。ありがとうございます。もう本当ね、毎週毎週お話ししてますけど、私自体もこの監督というか、そのビジットをした雰囲気をあまりよく分かってなくて、全く初めての体験だったんでですね本当毎週毎週アットホームで家族みたいな感じのというのをおっしゃっていただいて、本当嬉しい限りですね。そうですね。やっぱりそれは根本真子のイラストから来るものなのか、そもそも なんていうか、はたまたなんか僕がなんかあれこれなんか面白すぎているのか、なんかそんな感じなんですかね。はい、ではですね、今度なんですけど、この役、受講生の役をちょっと実際やってみて、まあ、リハーサルして、まあ、多分 2,30 分かかったと思うんですけど、なんかちょっとやってみて、どうでした。そうですね、テイク数が結構いっぱいあったので、うん、そのテイクごとに結構そのこことここはつながってるかなじゃないですけど、やっぱ考えながらやらせていただいていて、まあ、うん、その受講生
ではあったけれど、やっぱり一言一言に、まあ、そのセリフでも、まあ、重みがあったので、なんか、うん、やっぱ言葉だけじゃなくて、まあ、セリフの中からもやっぱ学ぶことがあったなっていうのを通して感じています。あー、なるほどですね。うーん、いや、ありがとうございました。はい、ほのかちゃんなんですが、まあ、愛知県がご出身なんですよね。はい、はい、で、まあ、ちょっといろんな、話を伺ったところ、経験をされていますよね。ちょっとなんかそのあたりと、あの、このお仕事をしようと思ったきっかけとか、なんか PR したいことをあればお話しいただきたいんですけど。そうですね、普段は、まあ、今は、現状フリーでいろいろな活動をさせていただいている風になってます、うん。まあ、現状 PR っていうと、まあ、ライブ配信がメインに行わせていただいていて、まあ、あとはお話をいただきつつで、まあ、ライブ配信じゃない、ソロで歌っていたライブとかをさせている形に、うん、させていただいている形になります。うん、まあ、PR というと、まあ、良ければ配信に遊びに来てくれれば、まあ、こことは180度違う私のキャラクターが見られるんじゃないでしょうかという。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。あの、最初歌っていうふうにおっしゃったんですけど、歌が結構あのお好きというか得意なんでしょうね。そうですね、こう18の時からもう、なんていうんですかね、CD を出させていただいたり、カラオケに行っていただいたり、まあ、大学自体はアイドルとして活動していたので、まあ、そういうふうに歌うことはいいかなっていう部分はありますね。うん、なるほど。あの、歌をね、歌われる。うん、ねえ、その CD は、なんかオリジナルの曲？そうです、オリジナル。はい、まあ、そのサントラじゃなかった、サブスクでも行くことができたりとか。うん、18、19で CD、ね、まあ、すごいですよね。すごいですね。あの、まあ、僕もあの2人ぐらいシンガーソングライターをプロデュースして結構長く経ちますけど、うん、まあ、年齢がちょっと全然違うんでですね、ほのかちゃんとは、はい、まあ、ほのかちゃんはすごい若くて、ね、元気がある感じですよね。そうですね、うん、ね、もう元気発達、なんかやっぱり歌うジャンルも元気な歌が多いんじゃないですか。そうですね、もうパワフルボイスというか、もう本当に声が大きいっていうのが結構自分の特徴にあるので、うん、とかを生かしながら、まあ、そういう声が大きかったりとか、あとは高音が高い方々をこう歌わせていただいているのが多いですね。あの、声優とかもしたことあります？声優アフレコとかは、まあ、あの映画の撮影とかではありますけど、活動したことはないですね。あ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。じゃあもう今はもうどこかに所属してるのではなくて、もうフリーっていうスタイルで、まあ、いろんな活動をしていらっしゃるってことですよね。そうですね、はい。なるほど、なるほど。あの、愛知県はですね、うん、私はあの結構あの行ってたんですよ、うん、仕事で。はい、もう結構行ってましたね。行ってたんで、なんか、あ、愛知なんだと思いましたね、うん、本当に。そうそうそう、だから本当いろいろあの芸歴とかいうそういうの書いてらっしゃったんで、あ、なんかすごい元気なイメージがものすごいあったんですよ。うん、うん、ね、そう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 。で、そのライブ配信は、まあ、今とはまた180度違うっていう、まあまあやってらっしゃるってことだったんですけど、今ちなみにどこのライブ配信アプリでされてるんですか？あ、ビゴライブという配信と、まあ、ショールームっていうアプリを使っていただいてます。うん、ビゴライブとショールーム、うん、あの、このビゴライブとショールームは両方同じぐらいやってらっしゃるんですか？今はビゴライブが多いですね。ビゴライブが多い、はい。あ、なるほど。じゃあ宣伝しましょう。ビゴライブのその URL で QR で入りますもんね。ビゴライブアプリインストールしてると。と思い、多分ね、入れると思うんですよ。ちょっとこちらの方に今もうありますので、ここの、あの QR と URL に入ってきていただいて、ぜひあのほのかちゃんをね、見ていただきたいと思いますので。はい、ビゴライブのライブ配信でほのかちゃん、あとショールームも
PR しました？ショールーム、そう、ショールームは PR しました。いや、します PR も、ショールームも。ビゴラブだけにします一応、でもそうですね、ショールームを使っているユーザーの方々もいると思うので。あ、じゃあ、こちらがショールームになりますので、よろしくお願いします。後からペコンと切るので見ごれ、あ、もう長いんですか、ちなみにそれやってショールームは。ショールーム自体は17からやってるので7年くらいだと、ね、うん、長いですね。本格的にやり始めたのは多分ここ2年ぐらいで、なのでルールというか、まあ、システム自体を知ったのはこの 2,3 年ぐらいですね。ライブ配信って、本当にいろんな方がいらして、まあ、本当趣味程度でやられる方と、なんかもう本当にそれががっつりやって、まあ、それで、ね、まあ、ちょっと生活の足しになる方もいるみたいなんですよ。ね、うん、そうなんですよ。梅沢ほのこさんですね。まだちょっと半分ぐらいあるんですけど、何か他に趣味、その今の話とは別に趣味とか特技とか、これからこんなことをやりたいとかあります？今後。趣味とか特技。趣味は、まあ、基本的にはマシンガントークと。マシンガントーク。特技か。特技はマシンガントークと、まあ、歌と、あとは一人じゃんけんを上げさせていただいていて、うん、趣味としては、まあ、カフェ巡りが本当に最近は多いかな。あ、そうそう、カフェ巡りはね、インスタグラムもたまに拝見するときあるんですけど、うんうん、いろんなところでカフェとか、なんか、あれ、行ってますよね。そうです、うん。インスタグラムでカフェ巡りをされて、写真を撮ってらっしゃると思うんですけど、あれって自撮りになるんですか？誰かと一緒に行くこともあるんですか？そうですね、友達と行ってることが一番多いですね、基本的には。あ、なるほど、なるほど。この前すごく可愛らしい、なんかケーキ、なんかアフタヌーンティーみたいな、なんか見ましたよ、ちょこっと見ました、見ました、可愛いと思いましたね、本当マシンガントークって気になる、何でもマシンガンのように話しますか？そうです、基本的には今の2倍速で会話しているので、こんな感じっていうと難しいんですけど、そうですね、なんか、どうやって言ったらいいかなそうです、基本的には人生2倍速で生きてますってやってるので、会話のレスポンスとかを早めに返してたりとか、まあ、一つのことに対してすごいずっと喋ってたりとかするので。なるほど、2倍速、結構じゃ早いですね。だいぶ早いと思いますで、それでお互いマシンガントークってこともあるんですか、相手と一緒に。あ、もう配信とかでずっとマシンガンで喋っている形なので。あ、なるほど。そうですね、友達と喋ってるときはこれよりもうちょっと早いかなぐらいですねなるほど。へえ、じゃあトーク自体が好きなんですね。そうですね、喋るの大好きです。でお話の内容って、まあ、いろいろジャンルがあると思うんですけど、今何の話が興味あります？何の話？今はジャンルというか、はい、テーマと言いますか。そう、あ、もう私は政治が大好きなので政治もうなんかやっぱ人とコミュニケーションを取るってなると、最近はやっぱちょっと政治について伝えていたりとかしますね。そうなん、いや初めて今来ましたね。政治のことなんか僕は多分10秒しか話せないかもしれない私なんかもう一つも話せないです、うん、今の大統領はとかでもう3秒で終わりました。そうね、いや、もともとそう政治とかなんかそういう学校で勉強してたんですか？そうですね、法律と政治をメインに大学では学ばさせていただいていまして。あ、なるほど、法律、あ、民法、刑法とか何が一番勉強しました？あ、私は民法が多いですね。あ、なるほど、なるほど。民法、昔は興味ありましたけど、ほとんど覚えてない。なんかすごいですね。理系上ではなくて、これなんて言うんですか？法律、よくわかんないんですけど。
なんか、あれ、理系の女子の人を理系女って言うんですけど、あ、はいはい、ほのかちゃんは何女になるんですか？何女なんですかね。はい、知れないです。いや、だけど頭がいいっていうことですよね。うん、頭がいいって切れるんですよ。で、パラパラパラって話して。いや、一回、なんかちょっと聞いてみたいですね。へえ、あの、政治っていうのは日本の政治ですか？そうですね、まあ、大学ではヨーロッパの政治が結構メインだったんですけど、まあ、でも日本の政治の方がどっちかっていうとしゃべってるって感じですね。ということは、なんか結構ニュースとか見るのも好きな本ですか？そうですね、ニュースはまあやっぱ簡潔にいろいろなものがまとまってるのですごい、なんか興味が出てきました、だんだん。じゃあ、そのライブ配信ではそういうその政治をテーマにお話ししてたりもするんですね。いや、そういうわけではない。してる時があります。あの、全てでそれをしてしまうのは多分 NG。 そうあ、そうかもね。すごいですね。だけど、もともとちっちゃい時からそういうのがなんか興味あったんですか？国の政治みたいなとか。そうですね、まあ、ちょっと自分の親族が、まあ、結構あのもともと政治家の方だったりとか、まあ、あとは車の中でこうなんていうんですか、うん、そういう討論みたいなのをすることが多くて。そうですね、なるほど。なんかディベートとかディスカッションとかしてそうな気がしますめちゃくちゃしてましたね、喧嘩。あ、そうでしょう、うん、ディベート、ディベートってあんまり聞かないでしょう。聞かないですね。ディスカッションは聞きますよね。そうですね、はい。あの、ちょっと話戻りますけど、根本真子のそのイラストレーターの下積み時代の映画だったんですけど、絵とかはどうですか？絵描いたり見たりというのは。そうですね、あ、美術館に行くのは好きなので、まあ、絵自体も自分的には好きだったりするのと、まあ、描くって意味では模写の方ですね。あんまり自分で創作するっていうよりかはあるものを描くことの方がやっぱ多かったというか。ああ、なるほど。あの、こういうあの、まあ、ほんわかな感じの、まあ、これ手書きなんですけど、あの、こういうのは今まで縁ありました？あまりなかったかもしれないですね。うんうん、たまにあの疲れた時に見るといいかもしれませんね。そうですね。いや、またちょっといろんな方が毎週今出てるんですけど、うん、ちょっとほのかちゃんの場合は、うん、かんちゃんですけど、はい、なんかちょっと違いますね。そうです、違う、はい、いい味しているというか、はい、なんかもっと話してみたいなっていう感じがする。マシンガントーク、僕も結構実はあの早いんですよ。あ、でなるべくそれしないようにしてるんですけど。そうですよね。ライブ配信 してないので、なんか早くパラ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 しゃべったりして、なんかどん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 またくる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 話が回転が早すぎて、まあやめるようにしてるんですけど。意外とあったりして、そうですね、スピードがね、はい、ただ僕は政治の話というよりは、僕はな、人間の話とか社会にどうやって成長していくのが一番手っ取り早いとか、まあ、そういう、まあ、体験者しか話せないような、まあ、多分20代であまり話せる内容ではないんですけど、まあそういうの大好きですよね。歌ね、歌を歌って、あの、強い歌ですよね、聞かせる歌でもね、で、歌も、あとおしゃべり、うん、なんか元気が出そうですね、一緒に見ると。そうですね、パワーもらえそうですね。うん、パワーもらえそうです。ありがとうございます。兄弟は何人いらっしゃるんですか？3人います。3人？上、下、どちらですか？姉と弟がいますね。真ん中。お姉さんと弟、あー、なるほどですね。政治関係の親族を、そういうことなんですね。で、愛知からあのどの段階で出てこられたんですか、状況は。大学と同時なので1年浪人してるのもあって19。うん、うん、あ、なるほど。で、卒業されて、ね、うん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 、
なんかまあ将来というか、まあ本当5年後10年後20年後ぐらいにこうなりたいなっていうのもなんかあります？そうですねこうなりたいな、まあ今後やりたいなって思っていることは何点かあるんですけれど、まあそのためにか、まあ、今はちょっと種をまくじゃないですけど準備の段階みたいなのをしている形になります。なんか種まくしてますね。なんか考えてますで今後やりたいことっていうのはこの場では言えない、まあ、ちょっとその自分でこうなんていうんですかね、音楽でいうともう今は全然やっていないっていうのがあるので、うんうん、曲を作っていかないといけないなと思って、歌を作りたいって思っているのか。なるほどね。ちょっとじゃあ種まきしながら充電もしながらって感じでしょうね。うん。いい花がね、本当花開くようにちょっとね、うん、心待ちにしてますので、楽しみに応援してます。はいもうあともうちょっとだけあるんですけど、じゃあ最後と言いますか、この出会いは奇跡の、まあ、ドキュメンタリーね、風のノンフィクション映画が9月10日から始まるんですけど、はい、なんかこれを今待ち遠しく見てみたいなと思っていらっしゃる方に何かちょっと二言ぐらい何かいただけますか？皆さんにですよね。そうですね。はい、私自身も全ての撮影に関わらせていただいたわけではないんですけれども、うん、とても素敵な作品に私自身は出会えたと思っております。まあ、この作品を見ることでこう前向きになったりとか、まあ、皆さんに対してですね、こう夢を持つことの大切さというか、夢を持ってもいいんだよというか、まあ、うん、見てくださる皆さん の, 明日とか未来が明るくなる作品だと思っているので、うん、ぜひ楽しみにお待ちしていただければいいなと思っております。ありがとうございます。うまいまとめるというか、うん、なんか気持ちいいですね。なんか、ねえ、素晴らしい、うん、もう素敵な、ね、メッセージありがとうございます、うん本当ね、ほのかちゃんと根本真子は、うん、まあちょっと、まあいい意味で対照的で、でね、まあいろいろ学習する感じになっていると思うんですけど。はい、勉強になりました。あまりなかったんじゃないですか、今までの人生の中で。どうですか？そうですね、ないですね。はい。頑張ってちょっと言っていただきたいなと、思っていますので。はい。はい。じゃあ、今日は本当ねお忙しいところ対談ありがとうございました。はい、ね、素敵な出会いをありがとうございます、はい、じゃあ一旦対談こちらの方で終わりしますので、はい、はい、ではありがとうございました。はい、引っ込み思案でのんびり屋さん、不器用で成績も悪く不登校、そしていつも一人ぼっち。でも彼女には一つだけ好きなことがあった。それは絵を描くこと。どんな時も自分の力を信じて夢や希望を諦めないで。すべての人に送るノンフィクション映画、出会いは奇跡。流れ星に誓うよ、明日を信じ
し、どんな時もそばにいる。嬉しい時、笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時、涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音しずく一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ。虹の空に誓うよ、夢を抱き。どんな時も信じてる。